新井恵光です。私は主に和紙や墨を使って表現をしていますアトリエも、まあ、住まいも船橋にあって今のアトリエを構えてからはもう11年目になります「宋」という作品は思いが増殖していくような感覚で画面いっぱいに描いていた作品なんですけれども「命」 がこう連鎖していくようなそういうイメージで描いた作品になります。球体がどんどん増殖していくということと命の連鎖ということとそれぞれそれが細胞であるとか命であるとかそういうようなイメージで描いていった作品です。バースは体内を描いた作品でまあ体内の中の陽水とかあのそういうもの を描きたくて、えー、まあ描いた作品なんですけれども、その中にまあ命が生まれて私たちのこう命のスタートという場所だと思うので、まあそういう空間を描けたらなという思いで描きました。夢の中というのは、まあ私自身が妊娠出産ということを経験して命が生まれてくるというようなそういう 神秘を描きたいいと思って,いてで、まあ、出産してからはその赤ちゃんその子供そのものをまあ描くことで命ということの表現ができるんじゃないかなと思って夢中で自分の子供の絵を描いていたというその中の一つが夢の中という作品です子育てをしながらね、あのー、子供が寝ている姿をまあ よくこうデッサンをしたりしていて作品にしたというその一つになります体内や赤ちゃんを描くということは今描いている命を描くことに深くつながっていると思います 作品埋めた場所はこの栗の木の前ですここら辺12345点。そうそうです、まあ、和紙だからここに埋めると雨も風もまあ土もかぶせるのでちょっと心配で毎日見に来たここ縄文の博物館なので その過去に戻るという経験を自分自身しようと思って今自分が描いた作品を土に埋めることで過去に戻してでそれを受け止めてまた作品にしていくという体験をしようと思ってここに埋めたんですね。縄文とといいうう年年も過去に遡った表現という ことで墨だけではなくて、藍染の廃液の、まあ朽ちた茶色い。この茶色い色と、掛け渋を。まあ、混ぜたりして。過去に戻るような、そういう、あの色彩というか。色を、まあ、使って表現しました。縄文の頃から今まで。本当に、あのいろんなことが変わっていると思うんですけれども。逆に。変わっていないものって、なんだろうというふうに考えたときに。 私たちが生きている魂とかエネルギーは変わらずにあってそのエネルギーをまた描けたらいいなというふうに思って描いた作品が「古代」という形で表現しました。 ここ北条寺は東都宗の禅寺で450年という歴史のある場所で成瀬家の母大寺がある有償正しいお寺となりますで私のアトリエもこのお寺の近くにありましてまあ、地域のご縁で2013年にふすま絵を描いて納めることになりました2013年に納めたふすま絵は 2つの空間を描いて空と中という空間を描いたわけなんですけれどもお寺という場所はどういう場所かなというふうに思った時に過過去去の魂にに手を合合わせて過去に向き合う場所であると今私たちが現在ここにいて過去に向き合ったり。 そして未来のことを考えたり前世や来世現世というところがこうつながって、まあ、時空を行き来できるような場所を描けたらというふうに思って描いたののが空の空間となりますこう動く空間というのを描いたのは初めてでしたので、まあ、開けたり閉めたりする動くことでもう余白が変わっていってフォルムが変わる。 でそのフォルムがこうつながっていくようにう描くということを試みました大きな球体は、まあ、見る人の魂の象徴的な場所としてその存在として描きましたこの中の空間は この内面の光を描くために初めて六章の色を使ったんですけれども常にこう動いていくような空間を描きたいと思って和紙の上で六章に変化させながら描いていくという工夫をしました。それぞれぞが少ししずつ変化して違う湿度や 空気でまに、あ、じみもそうですけれども細かい繊細なところを描いていったというような感じです。こちらの住まいを描いた後も、まあ、たくさん出会いがあってその中の一つに百種類の異なる墨との出会いがありました。その墨を毎日アトリエで磨っていたら今度は自分の あの中の呼吸、まあ、脈拍とか心臓の音とか,かそういう音が聞こえてきて、まあ、生きるリズムそういうリズムを呼吸のように閉ざすことなく描いていかれたらなというふうに思って制作を続けています船橋の町には私にとって大切な場所が他にもたくさんあります。三番瀬も その一つで作品が完成した時や何かを始める節目節目にいつも三番線に来ていますここの干潟は地球の呼吸や鼓動を感じることができる場所でもあって私にとってはもう一つのアトリエのような場所です出会った場所や人やその出会ったことに 向き合ってそこから感じたことをそういうことを大切に表現につなげていかれたらなというふうに思っています。